ということで、始まりました。MTF 塾上、51歳の村田理香です。こんにちは。今日ちょっとですね、なんか感じが違うなっていう気がしません？ちょっと結構怖いんですよ。背もたれにですね、いきなりファッションチェックになるんですけども、今のソファーベッドの背もたれに、ちょっとこう、髪の長さこのぐらいになりましたよってところをお知らせしようかなと思いまして、かなりグラグラしてます。天井が近くなってる分、ちょっと蛍光灯色が強いですね。はい、ということでちょっと怖いので 降ります。はい、いつもの移り映えになりますね。まずはですね、この間、あげたばかりの、ちょっと待ってくださいね。今、いきなり下がれてますね。喉通りました。随分違う。やっぱり今日しゃがれてますね。わかりました。昨日ちょっと大きい声張り出しちゃったんで、別に怒鳴り散らしたわけじゃないんですけども、本題に戻りますね。何でしたっけ？そうです。1週間も経たずにですね、この間上げたばかりの YouTube、最新のやつですね。視聴回数が1000回超えてるっていうのは、1週間どころか5日ぐらいで到達しちゃってますね。なんかびっくりしてます。注目されてるんだなと。大して別にエロい映像を流してるわけでもないので、そもそも私自身がそんなに別に色気満載な感じでもないですし、特別綺麗でも、可愛くもない私の YouTube が、こんなに局地的に注目していただいてるのは、やっぱり生き様なのかな。注目される生き様で、あるべきだというふうに思っている部分も、自覚はしてるんですけれども、にしても、ありがとうございます。たくさん、見ていただいて、そのちょっとお礼をしたかったというところではありますね。そしてもう一点は、今日4月25日なんですよ。はい。で、DM でですね、私の変態っぷり、気に入っていただいた方がちょこっとお寄せいただいた内容があったので、今日ちょっと連呼してみようかなというムービーになります。私が目線がいつも通りずれてますよね。今レンズを見てないので、スマホの、モニターの方を見て、はみ出てないかなとか、こういろいろ確認しながら 失礼しました 撮ってるので、その目線ではあるんですけれども、今日そのまた変態っぷりを、やってみます。美香ちゃん、愛してるよ、大好き、世界中で一番愛してます、いつまでも愛してます、リカちゃん。リカちゃん大好き。リカちゃんずっと愛してる。はい、変態に を露呈する映像でした。本当に村田リカ大好きなんですよ。もう、リカちゃん大好きなんですよ。リカちゃん愛してるんですよ。
これも多分死ぬまで言い続けますね。むしろ死ぬまで言い続けることに問題がないじゃないですか、自分の名前なんで。だったらそうしてしまえ的な、ことで理科なんですけどね 今ですね、撮りながらちょっと気づいたんですけれども、 今日お給料日なんですね、今のこう勤め先の。で、今こう暮らしているここのマンションが、ちょうど更新の時期に当たってしまいまして、まあ、更新料って結構まとまった金額するじゃないですか。1回で払い切れないので、まあ、今回のお給料と、前回のお給料で、2回に分けて、支払いなんですけども、まあ、先月ちょっといろいろ電子レンジが壊れたとか、なんだかんだこういろいろ出費が重なって、ものすごく金銭的に大ピンチだったんですね。まあ、そもそも撮影依頼をいただける、人気者 売れっ子であれば事足りることなんですけど、そうでもないので、それに村田里香と集中 AV なデート、お誘い撮影デートをいただく前までの段階、ここがすごくハードル高くしているので、運転免許証を提示していただきますから、ここを皆さんやっぱりね、ひるみますよね。あえてひるませてます。犯罪抑止力なんで、私一人で活動してるので、何年か前に、そういう登録をしてなくて、そこは組織だったと思うんですけど、結局モデルさんが山中に連れ込まれて殺されちゃったって事件がありましたよね。まあ、そんな風になっても自業自得になってしまうので、まあ抑止力で、まあ、そこの運転免許証の提示がね、やっぱ皆さん、まあ、風俗とか遊びに行く時に提示しないですもんね。まあ、そこがだから根本的に、風俗でもなければ淫行でもなければ、あくまでも撮影の、AV 撮影、エッチをしますよね、 AV ですからね、まあ、どんな形のエッチかあれなんですけれども、まあちょっと前置き長いですね。結局先月やっと今日のお給料を迎えるまでカツカツだったんですね。まあすごく心優しい、まあ、メンバーさんって言っていいんでしょうかね、なんかお手伝いというか、まあ、直球で言えば、カンパ みたいなところでなんとかつながって、まあ、それでもちょっとこの1ヶ月間はずっとお昼抜きだったんですね。で、お家帰ってきても、まあ、なるべくお金かからないように、かといって、あんまりお米に頼るとはちょっとね、炭水化物が極端に増えちゃうので、ほとんどお豆腐ともやしです。お豆腐ともやしばっかり食べてると、やっぱりこう、ちょっとこう、ほっそりしちゃいますね。まあ、でも、ここはあんまりほっそりしてもらいたくないんですけどね。こう女性の丸みって、なんかこう幸せ感あるじゃないですか。ところが、ここの丸みが全然落ちないんですね。不思議ですよね。なんでここ減らないんでしょうね。で、あとカロリー成分のダイエットすると、皆さんも経験あると思うんですけど、ここがちっちゃくなってきますよね。本当にここ寂しいっていう状況に今ありますね。まあしょうがないですね、ほうきを別にしてるわけじゃないので、まあ、そんな感じでちょっと見栄え的にほっそりになってしまって、魅力がちょっとね、51歳ですからね、これから鶏ガラのように痩せ細っていったら、ちょっとやっぱり切ないなと思うんですけど、ただファッション的に言えば、
まあ、スラッとした、体型でファッション楽しめる方が見栄え的にはいいんだろうなとは思うんですけど、そこはジレンマで。美香ちゃんが愛されてるっていう、ね、状況を私自身が望んでるので、美香ちゃん可愛いよ、美香ちゃん素敵だよ、美香ちゃん愛してるよなんてね、言われちゃったりしたら、まあ、私もそうなので、私も美香ちゃんを愛してるので、やっぱりこう、なんていうんですかね、嬉しいですよね。率直に、やっぱ褒められて、まあ、愛されて、嫌な気はしない、嫌な気はしないどころか、嫌がられるより、やっぱり愛される方が、人としてやっぱり嬉しいじゃないですか。話がなんか飛びまくっててよくわかんなくなっちゃいましたね。はい、ということで、今日はですね、またナルシストな変態っぷりを、ちょっと画像でお伝えさせていただこうと思いました。まあ、わずか5日ぐらいで、1000アクセスというか視聴をいただいてるっていうお礼も兼ねて、そしてお給料日迎えて、やっと金欠の1ヶ月間お昼抜きもしのげましたよっていうお礼も込めて、まあ、いろいろお伝えしたいところが今日4月25日だったんですよ。はい、いろいろとね。そういうことで、リカちゃん、いつまでもずっと愛してます、大好きですって言い続けていい人ですよね。だってリカですもん。はい、何でしょう、今日のムービーは。 はい、ということで、あとですね、今日お給料が入ったので、いよいよですね、楽天あたりで、何ですか、セルフィーするための、こう固定するやつ、器具、自撮り棒的なやつの、こう、立っちゃうやつ、まあ、できればアングルとか自由に調節できるように、フレキシブル、なんかそういうやつを、今日注文する予定です。一応目星をつけてるので、そうすると、今すっごいこう痛いんですよね。本当にこれ痛いんですよ。すごく痛いです。で、やっぱ自由が利かないので、本当に右手が大変なんですね。次の、YouTube ムービーはそれが今度なるので、フリーハンドになりますから、多分いろんな表現ができるようになるかと思います。なんか楽しみですね。ちなみに楽天ではないんですけど、同時に購入しようと思ってるのが、とあるアダルトグッズショップの、とあるグッズ。でもこれ出しちゃったら削除になっちゃうのかな。ちょっとそこをよくわかんないんですけど、両手が空きますからね。はい。なども考えております。はい、ということで、今日はお礼のムービーでした。はい。はい、では、エンディングトークです。 MTF 熟女51歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。